今日は11月20日の日曜日です。まだ11月なんですけれども、寒気が入って12月並みの気温ですね。今時刻が11時半、お昼なんですけれども、気温が10度ぐらいですね。10度前後。昨日よりもね、5度以上気温が下がって、こういう時って大体魚の活性もガクッと落ちるんですけれども、こんな状況でも元気に釣れる可能性がある魚がいます。それが鯉です。鯉ちょっと、まあ、もういるんですけどねいるんですけど、ちょっとカメラには映んないかな。鯉います。で、まだ11月なんでね、できればドライフライで釣りたいと。でこんな場所選びました。これね、 木がちょうど川の上に木があるんですよ。で、木からいろんなものが落ちてくると、それにライズした時に狙い撃ちしようと。案外ね、木からなんかこうボトボトいろんなものが落ちてきて、もうちょうどね、今葉っぱがハラハラと落ちてますよね。葉っぱが落ちて、その葉っぱにくっついてるものをなんかね、ついばんだりするんですよね。だから葉っぱごと食べて、葉っぱは吐き出すとかね、でなんかついてるものを食べたいんでしょうね。そんなようなね、行動をする鯉がいるんで、そいつを狙う。で、フライはね、もうでっかいフライ。でっかい、これインセクトパターンなんですけれども、まあそれっぽければね、何でもいいと。むしろね、フライでかい方がいいと思うんですよね。あのね、葉っぱをこう、ついばむような感じなんでね、もうでかい方がフライいいと思うんで、これでやってみる。まあこれで反応がなかったらまた考えます。どうでしょう、釣れるかな。ちょっとやってみましょう。見切られた。もう数センチまで来たのにね、ちょっと針がでかすぎたかもしれない。ちょっとちっちゃくしよう。今度これ一回り小さくしてみました。これでやってみましょう。かな、食ってないの？食ってないの？食ってないの？まあ食ったように見えたんだけど。枯葉に何かがついてるっていうフライ。これでやってみる。意外とダメだな。で見切ったドラグかかってんの、あれだけ追っかけてきたのに寸前で見切った。くっそ糸を見てんのかな。キャストを繰り返していたらだいぶね、擦れちゃいましたねなのでちょっとピペット 3X にしました。 3X、 今までねフドロのねサンゴを使ってたんですけれども、 3X、 これポンドで言うと何ポンドなんだ。 1.5 号だから6ポンドか。これでやってみる。で、ちょっとティペットもね、ちょっとロングティペットにした。で、今ね、ちょっと、軽流用のドライフライも持ってく。意外と簡単じゃなかった。これでもう一回やってみます。
反応しないな。ダメだな。ドアどうぞ、ドアどうぞ。ああ、見切られた。見切るね。のグローバグ、イメージとしては木の実が上から落ちてきたっていうイメージで、茶色のフローティングのグローバグ、これでやる。ちょっとだいぶね、状況がシビアになっちゃった。何回もキャストしたせいで。あ、いい、よし、チャンス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 。今ね、ちょっとさ、場を休めてたら鯉の活性が上がってきたチャンス。ついばんだのに、なんでドラム、反応はいいね。あれ、うまく流せば釣れる。うまく流せば。ドラムがいけないんだね、ドラムが。すげちゃった。あんだけ反応したのに。あいつはどこだ、あいつは。やっと、やっと食った、やっと食った、やっと食ったぞ。グローバルは定番だ。ちょっと 3X なんで、キベットが 3X なんで、あんまり無理はできない。やっと食った。お、引く引く。結局鯉はグローバグかな。そっち行くと出るのか。この鯉はね、あんまり引かないんですよ。帰っていいです。よしよし、グローバグでしたね。これでどうだ、これで。ちょっとこういうのを作ってきました。こういうの、これでどうでしょうね。まあネットがあれば簡単なんですけど、あんまりネット使わない派なんで。取れた。はいはい、はい、お帰りになりました。はい、一応こういうリリーサーを作ってみました。これね、ダイソーの園芸コーナーにある針金、ね、
ちょっとここの使い勝手が悪かった。もう少しスムーズにこうキペットを通しやすくする方が良かったね。改良の余地ありだね。一応これベッドこういうリリーサーを作ってみ、ダイソーの園芸コーナーのアルミは、いや一応これで外れた結局グローバグでしたね。木の実なんだよな。なんだろうな、何を食べてんだろうね。なんかこう 木の上から落ちてくるものを食べてるんで、こういうのが反応いいみたいですね。だいたいここでね 4、5匹ライズしてたんですけれども、バーレしてみんないなくなりましたということで終わりですね。コインにはグローバグですね、やっぱりね。でティペットもあんまり太いと見切られると、結局 3X にしました。シビアじゃない時はね、もうフドロの3号ででっかいフライでバクってすぐ食うんですけど、意外とシビアだった。でもこのね、寒くなった12月並みの気温でもドライフライで釣れちゃうというね、コイはすごい魚ですよ。オールシーズン楽しめます。またね、こういう週末の天気が悪い時はコイに助けてもらおうかな。よかったよかったということで、もう一匹釣ったんでもう満足です。帰ります。